大家好、台湾レモンの萌です。今日はだったりだったりそういうまを埋める中国語を紹介していこうと思います。この動画見ている方の中にはもっと自然な中国語を使いたい、中国語出てこない時にこうちょっと気まずい雰囲気になるのがすごい嫌だとか思ってる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。この動画ではですね、実際に普段から使っていけるそのまの取り方、まを埋める中国語を紹介していこうと思います。では早速開始吧。まを埋める中国語フレーズ1つ目、うんうん。はい、このうんどういう時に使うか、日本語のうんと同じです。こう悩んだ時、答える時に悩んだ時にですね、うんって使っていきます。どういう風に使っていくか。你觉得哪一件衣服比较可爱？我比较喜欢这件。はい、このように悩んだ時ですね、使ってみてください。まを埋める中国フレーズ2つ目、なく、なく。このなくはだったり、あのどっちも使います。このの方は例えば、那个请问厕所在哪里。もちろん例えば、物が思い出せない、物の名前が思い出せない、その時にあれっていう那个も使います。これは你可以帮我一下那个红色的啊对というふうに、あれっていう時のなぐも使っていきます。まを埋める中国語フレーズ3つ目、我想想。この我想想は、ちょっと考えるねというような意味です。だったりとか、让我想一下、私に考えさせてというような、この让我想一下もよく使っていきます。我想想、让我想一下。どういう時に言うか、你觉得哪一件比较适合他？我想想。这件好了。はい。というように、考えてみるね。この時に使っていきます。我想想。もちろん今さっきの、让我想一下哦。这件好了。というようにこの欄を想一下もよく使います。まを埋めるフレーズ4つ目、怎么说呢。はい、怎么说呢、これはなんて言ったらいいかなっていう時にこの言葉使っていきます。怎么说呢、例えば説明をする時、これってどういう意味なの、怎么说呢、こういう時に使うんだよとかいうふうな言葉がついていきます。怎么说呢、この怎么说呢、これを不知道怎么说ということもあります。不知道怎么说、なんて言ったらいいかわかんない、どうやって言ったらいいかわかんないっていう言葉ですね。なのでちょっと難しいな、説明が難しいな、どういうふうに言おうかな、それで沈黙ができてしまった時、我不知道怎么说だったり、怎么说呢、これでまを埋めることができます。はい、ということで今日はですね、まを埋める中国フレーズ紹介していきました。皆さんがこう何か考えてるとき、こう黙っていたら向こうの人もあれって思っちゃうので、ぜひ日本語みたいにだったり、考えさせてねだったり、どうやって言おうかなっていう風なのを口に出してみてください。ということで今日も見てくれてありがとうございました。もし何かですね、こういうフレーズ教えてください、こういう状況の中国語フレーズ知りたいですとかがあれば、どしどしコメントください。ということで終わっていきましょう。シーシー大家バイバイ。